さあやっていこう。ベルセルク実況のパートよ。おお、唐突に始まるじゃないの。え、始まったの？唐突に始まるじゃないの。ええんかって。のんきな昼下がりにベルセルクを撮ってるんです。こいつマンドラゴラ好きだっていうことでね。いやもうまずデータがロードできてるのかどうかがすごく不安で、でタイトル画面からコンティに押したらもういきなり始まった。こいつ今後ろ蹴りしたぞ。バックステしたい。バックステップをしたいんですよ。なんなんこいつは。あ、なんかゆっくり倒せばいいんかな。別にそんなに怖そうでもないな。まあ、戦闘もっさりしてるけど、敵に特に経験値とか入るわけではないんだけど、あまりすっ飛ばしていくと囲まれたりして死にそうになる。いや、まあでもすっ飛ばすか。スライディングとかを駆使しながらすっ飛ばしていくか。はい、じゃあまあ行きまーす。はい、じゃあね、お疲れ様です皆さん。お疲れ様です。あ、ちょっと攻撃やめていただいて。お疲れ様です。やっぱりね、動物はね、大事にしていきたい。動物愛護の観点からね。人間はおい、本当にあれか、本当に別に戦わなくていいのか。なんか悪いやつがおる。いや、本当に戦わなくていいんかい。ワンワンが来てます。いやー、なんか本当にカエルかな、あれは。ちっこいカエルみたいな気持ち悪い生き物がたくさん襲いかかってくるんですが、しかし残念ながら戦う意志はこちらを持ってない。本当にええんかそれで。すごいゲームだな。戦う、あ、間違えた、 B ボタン。あっ、プレスってよりか、とりあえずどこ押そうかなと思って。ルート分岐なのかなこれ。襲われそうな気配が漂っております。とか言ってる。なんか青いのも見えたけど、なんだろうあれ。戦わなくていいのかこれ。本当に戦えって言われたら戦うよ。あ、これはちょっとまずいっすね。これまずいっすね。囲まれましたね。さようなら。あ、ちょ、やめてください。やめてください。こっちは戦うつもりないんすよ。戦うつもりないんすよ。あかん。聞く耳を持ってくれない。もう、こう、核なる上は、もう、こちらも、正当防衛を主張していかなければいけない。お。どんなゲームなんだ、これは。うわぁ。これは。熊殺しをしなければ。ん？ああ、もう淡々と話が進んでいくな。あの仲間たちはどこに行ったの？一緒に村に行った仲間たちは分からんまま、もうベルセルクの何なのか話が全く話してないけど。爆弾使うか。爆弾使います。爆弾を使わざるを得ない。強いね。爆弾を使わざるを得ない。回復薬を使わざるを得ない。強い。しかもまだボスと戦ってなかったのか。こいつはボスじゃなかった。ゲヘ。もう一言も説明がないままに、ただしかもボス弱い。わからんこの世界観。おー、一応またアイテムが入って回復しましたね。これでまたアイテムが回復したので、また
回復アイテムが使えるってなる、この場合で。ここが、マンドラゴラ月の村ってやつですか。村人と一緒に行ったこのチームの人たちはどこに行ってたんだ。傷が痛むぜ。あの傷なんなの、あの傷なんなんすかね。ベルセルク好きの人がいたら解説してほしい。あっ、抜いたらまずいぞ。よせ、死ぬぞ。キャー、マンドラゴラやんけ。どうなるの。あの声を聞くと、なんだ、うわあ、別に謝ることはないぞ。妻と息子、今ので死んじゃうの。死ぬの早えよ。死ぬの早えよ。また戦闘かい。そしてまた戦闘かい。戦闘強かよ。横投げ攻撃を繰り出していっております。横投げバックステップじゃなくてサイド、あ、サイドステップ効果、じゃあこう、あれ、サイドステップどうだっけ。サイドステップが出したい。ジャンプ、うん、サイドステップどうすんだっけ。横切り、あー、もうダメだ。バーサーカーボールになってしまった以上は。バーサーカーモードっつうのあれだな、あの ノーベルガンダムがなるやつだ。まあ、いや、シャイニングガンダムのあの怒りのハイパーモードは、あれはバーサーカーモードとは言わないんだっけ。愛と怒りと憎しみのシャイニングフィンガーソードっていうのは、あれはバーサーカーモードではない。さあ、戦闘が多すぎる。このため攻撃すると回れないっていう不思議な現象が、ため攻撃をする。だ、ためいいね。敵が多いし、敵があとどれくらい倒せばいいかもわかんし、敵を倒すメリットもねっていう不思議なゲームですわ。そして割とグロい切り方をする。なんか遠距離武器を使ってくるね。このなんかユグレイドみたいな。いつまで俺はこの村人たちを殺し続ければいいんだ。このマンドラゴラ付きの村人たちを。こんだけ殺せばさ、まあ、ざっと50人ぐらい切り殺してるわけでさ、そうなるともう村人誰も残らんのじゃないか。ズバッシュ。もう仲間もいねえ。剣を収めて。これがシスター。しかし残念ながらもう村人は一人も残っとらんぞ。残念だったな。え、埋めるの？あんたか。あんたか。こいつらの面倒見てるシスターってな。私はエリザ。エリザ。どうしてこのような無益な殺生を？襲ってくるからな。この子たちは何も悪いことはしてません。おお、本当だ。こちらが敵意を見せない限り、無邪気な子供と同じなんです。それなのに。でも死ん、大変だよ。キャスカが何かあったのか。ガッツたちが出てった後、バルザックの部下がガッツと詰め込んできて、よく一人逃げ戻せてこれたな。連れてかれて
しかも途中のあの村で襲ってくる、村に来るまでに襲ってくるあのなんかよくわからんクマみたいなやつも、こいつ一人でなんとかしたのか。大樹はどこだ、大樹はどこだ、おい、血が多いな、血が多い。この村にはニコという少年がいました。ニコ、中国製名前だな。犬だ。唐突に始まる。彼は物狂いで、物狂い。君は畑の作物に手を出したりしたこともありましたが、根は善良でおとなしく、決して人を傷つけることはありませんでした。変な靴だな。たとえ村人たちがからかい半分に彼を石や棒で打ち据えたとしても、からかいがすぎる。その日の食べ物にありつけたことに喜び、空が晴れ渡っていることに感激し、はあ、どんな苦しいことがあっても微笑みを絶やしはしませんでした。はあ、ところがある日、ニコは飢えと寒さで生死の境をさまよっていました。その年は例年にない大凶作で、誰一人彼に食べ物を恵む者はいませんでした。まあしょうがないよな。そしてニコは最後の力を振り絞って教会にたどり着いたの。あんたシスターなんだから。でも私は気づいてやれなかった気づけや。新年の鐘の音にかき消されて。だってさ、村にいたんだろずっと。やっとの思いでたどり着いたわけではないんだろ。何も悪いことはしていないのに。ほう。他の人たちと少し異なるだけで虐げられ、蔑まれ続けた彼。じゃがいもみたいなものだ。なぜニコは死ななければならなかったのでしょう。それはあの自分で作っってないから食べ物じゃない。なぜって、人から恵まれることだけしか普通の少年だったのに、食べ物を得る手段がないから。ここのマンドラゴラツキたちも同じだって言いたいのか。言いたいのか。だがもう人畜無害ってわけにはいかねえ。その通りよ。今さっきも俺の連れを全員バラしちまったところだぞ。それよ。あなた方が知らずにタブーを犯したから。村人多いな。マンドラゴラツキは苗を引き抜いたり、こちらから危害を加えなければ誰を引き抜いたりの部分がさ伝わってないやん。けれど人々は彼らを迫害し、化け物とあざける、排除しようとします。そしてバルザック、そしてバルザック、町のためだと言っては領地内のマンドラゴラツキを借り集め、まるで虫けらのようにその命を奪っています。うん、恐怖や野心を暴力という形でしか贖えない人々、私には彼らの方がよほど救いがたい。とりあえずこのマンゴラツキのなんかあの原因を探ろうや。なんでマンゴラツキになるのかを。この村を、とりあえず村人全員どっかに移住させてこの植物を引き抜くとかさ。十分満ち足りています。でもこのままそうそう、どんどん増えちゃうと困ると思うんだけど。どんどん増えてっちゃうじゃない。誰も好き好んであんな風になりたいとは思わないはずだよ。うん、誰か見ている。思うんです。何を。あの町に住む人たちと、ここでこうして暮らしている私たち、一体どちらが幸せ。うるせえうるせえみんなマンドラグラ付きになりたくねえんだよ。野心、あるいは獣として暮らせと。それは許されないですね。人としてのそんな思いがゆえに、血塗られた歴史を繰り返していく彼らとたとえ姿形が変わっても、そのすべてから解き放たれ、わらべのように微笑む。でもあんたは、あんたは文明の側じゃねえか。それはマンドラグラ付きの人たちをこうあの下に見てるよ。でも私は違うっていう感じ。下で見てる。人間とは呼べないぜ。うん、人間ってのはもっとえげつねえもんだ。聞き入れてはもらえないのですか。分かり合いそういないな。分かり合いそういない。俺は自分の思いのために血を流すまでだ。全員切り伏せるまでだ。こっちの都合で申し訳ねえが、大樹の核とやらをいただいていくぜ。そうだ、こっちの都合だよ。黙って渡してくれるよ。ガッツもキャスカもこの村でマンゴラ好きになって、おそらくあの何も考えずに生活するわけにはいかないんだよ。治さないと、キャスカの病気を。まあ、治んないとは思うがね。
このドリームキャストとかでやってるさ、そのドリームキャストとかで出てるソフトの中でさ、物語の中心的人物の中心人物のなんか病や何やらが治ってたらさ、漫画読んでる人びっくりするよな。なわけねえよってこと。ポンポン形が変わったりするのは何なの。わわって。俺はおもちゃじゃないっちゅうの。それにしてもなんとか早いとここから抜け出さないと。日も暮れたし、このままだとそろそろ。そろそろ。わあ、なにこれ怖い。わからん。ファンタジーがわからん。あんな怖そうなのがやってきたらもうひとたまりもないじゃん。ひとたまりもないですが、あっさり死人を許す。そして怖っ。ゾゾゾゾ、何、しかも喋れる。お前は楽園の剣士。楽園の剣士ならば奴もこの近くにいるということか。助けて、侵入者です、助けてください、助けてください。この城の警備体制はどうなってるんですか。助けてください。ちょっとね、あんたもさらっていかないのかよ。このよくわかんねえデーモンも。デーモンだかガーゴイルだかわかんねえけど。あいつって誰。お、逃げれるじゃんってか。いやツッコミポイントが多いな。今あんだけのこのことが起こればさ、ことが起こればさ、すぐ兵士が駆けつけるだろう。普通考えたら。来ないのかよ。来ないんですね。脱出できちまう。都合がいいな、もう。さてと、出口はどっちだ。早いとこガツと合流しないと。できるわけねえと思うんだ。ここはさっきの。あ、マンドラゴラ付きの人たちが拷問を受けているっていうことか。棺桶に収められている。あら、ひどい。こんな実験してたんだ。なぜ地下に行く。逃げろ。簡単に逃げられるものだな。とりあえず一安心。ああ。人がいるぞ。人はこっちを見てるぞ。誰。あ、なんか最初の方の肖像画にあったか。バルザックの娘。これバルザックの奥さんか。ってことは娘なのか。ここはバルザックの娘。おい、母親そっくりだ。でもこの怖い顔のおっさんにこんな可愛い娘がいたなんて。うかつに話を飛ばせない。もうちょっと20分ぐらいに差し掛かっ、20分ぐらいに差し掛かっていて。隠れろ。ここだ。これは隠し扉。隠し扉。ラッキー、キャスカ、行くよ。
んなうまいこといくのか。あ、いた。じゃあここまで。